お見事。だが今度は受け身はしっかり取る。ダッシュつかみを通して空下狙っていく。空後ポケモンチェンジの後突きを買っていく。リザードがいきなり出てきましたね。空前こうなるとかなりリンクの各種置き技に引っかかりやすそうになってくるか。ジャストシールドから爆弾落とし始まった。見えないものを見ようとして、まあその地続きのステージを切ってるんでしょうね。はいはい、まあ飛び道具と同じ軸に立ちたくないと。そうですね。あとリンクって今作は特にそうなんですけど、上に倒す技がないんですよ。はい、そっか、今上スマで取りましたけど。いやもうすごい届くの。いやあれね、取れてが読み合いですよ、あれは。そうですよね、さすがにね。移動回避だったら普通に当たらないはず。隠らないよねと思ってびっくりした。横強93、ティーンが今度はリードです。あっとやばいんじゃないか、前空中回転切り、素晴らしい、お見事。16、崖端に追い詰められているが、なんとか通して、うまい、ダッシュ回転切りですね。先ほども使いました。やはりソニック戦はあそこでリターン取れるかが大事そうにも見えますね。ですね、クエの引っ掛けた時ですね。あっと、カロスのボムは見えないぞカロスのボム保護色、青と青爆発、110%。剣は苦しいが、ここで生き延びられるかどうか。うわ、いい爆発あるでしょう。あ、今の確かにダマズがあえて選ばないということは何か理由があるんでしょうな。うまい、反転クエヌだったんであんまり飛ばなくて、ただコンボはつながるっていう。クエヌ反転クエヌ、素晴らしいですね。空中前、105%、空中ニュートラル、リンクの差し込みが通ったが、飛び道具、これはもうリンクとしても近づきたくないが一心に出ているような。あと大ジャンプは暴発か、ブーメランからシコは飛ばない。あっと、クエちゃん、そうですね、崖のリンクで崖上が強いキャラなんで、はいはいはい、やっぱり崖外に出した後のこの崖上がりの阻止ですね、うんうん、この展開で、うん、まあ、パーセントを稼ぎたいと、まあ、戻りブーメラン使うなり、そうですね、爆弾を置くなり。さあ歩いているTリンク少しずつ追いついてきたようにも見えるが危ない。さあなんか状況割と五分っぽいですね。近いですよね、はい、今のもクロートを狙ってる。来ました、回転切り。精度、精度もそうですし、ほぼほぼ実戦で使えてるのが、まあ、ティーリンクぐらいなんで。あった、これは危ない、そうこれあるんですよね。ですね、まあ、ティーも気合が入っていました。名店を担っていれば撃墜かといったところ。これ完全にノリノリですね。ですね。さあうまい、横回避でバックブーメラン。さあこれは見切っていたシールドブレーカー神の一手です。シールドブレーカーね、まあ相手がシールドブレーカー打つところは見えますけど、ジャスガまではシールドはね、まあ、その後横強って完全にもう狙ってますんで、はい、うわっ、これは嘘だろ、なんていうのかね、そらすというかね、はいはいはい、当たらないように動いてますね。結構なんか地上戦なイメージあるんですけど、かなりさっきからふわふわジャンプしつつ手榴弾出して展開作ってみたいな。確かにスネークはべったりですけど、ディオっていうプレイヤーが飛ぶっていう、そうなのかもしれないですね。かなり飛んでるイメージありますね今。マイク中コンボが入る、どこまで繋がるか。スマッシャースペシャル、スマッシャースペシャルだったんですか。スマッシャースペシャルです。回転切りまで今度は繋げていく。上強、上強、回転切りはカス当たりで横強に対してはつかみ、着地狩り、つかみを狙っていくが回避を通していく。空号剣の先を押し付けることによって非常にリスクの少ないクロムの強い立ち回りが、まあ、これですね、発揮されてますね。上からのしかかってくるリンクに対しても武器判定で対抗ができる。武器判定で対抗できるので、さあこう極めクエヌから横強回転切り、強気に打っていく、足投げ、ジャストシールドから回転切り、相手の我慢するタコをじっくり見てクエヌ当てて武器として回転切り、冷静、超これ低い、冷静で低いベクトル、クエス食べてよ、リンク側も復帰できる担保はあるんですが、どこにも当たらなかった。しっかりとヒカル選手がかわして登ってきましたね。ここから今度はヒカル選手がマクルバンになるのか。この中央台を生かして見合い、回転切り、持続があるぞ、横強、これは低いぞ、浮き刺し、クーした、はい、はい、あー、うまい、大丈夫、だが、次はないぞ、真相に変われ、変えても、崖端だったらやっぱ激戦パーセントですよね、はいはい、そのと、さあ、爆弾も転がっています、ここで外に出せれば嬉しいんですが、あー、拾い直した、
回転切り後ろに投げて対空クエネ回避でかわしている。深みも回避でかわして下投げから回転切り、高い火力から崖詰め、ラインは切り替わっている。ラストシールドでハードダウンをやり過ごす。空中技シールド固め、しっかりT 選手がシールドを見てから掴んでくるのに対してジャンプを入れてるんですよね。リンクキックがとにかく使いやすいですから、はい、そうですね。ただしこの上ファイター戦でいけば、はい、ブーメランとか空前のリーチの中で負けてしまったりもするので、はい、それ一辺倒で勝てるほどの組み合わせでもないと。爆弾吹きダウンしてしまう。素晴らしい。このさ、これはそうですね、1本目に比べてだいぶ、はい、厳しい展開を強いられていますが、万国選手が、はい、とウェビーこれは帰れるのか。怖い。素晴らしいメテオ。リズムの展開にはなりませんでしたが、ジャンプから移動回避、バネをやり過ごして戻ってくるが、ジャンプに対して空前から吹き刺し、下から帰ってくるからの回避上がりでラインを切り替えて掴みから下投げ、読み合いですよ。非ダメージ補正、横スマッシュはシュート。ちょっと横スマ先端に反角なさそうな感じがありますね。そうですね、割と隙に振られちゃってる感は。回転切りもギリギリなんか前の外みたいな、まあ、もうすぎ。え、終点強いのかなと思ってますね。まあ、ね、足が振りやすいのあるかもしれない。まあそうですね、基本的にリンクがそもそも終点が一番強い。手前上に置いて回避あれしっかり見てから出してみ、危ない、焦ったらやられる。そうですね、落としてってブーメランが見えているぞ。ルミア、うまい。の行動に理由があると聞いております。ザクレイさんの行動にはさあ掴んでいって前投げる。さあ完全に読んでいたのでしょうか。ジャンプオンゾーン、ブーメラン投げてジャンプジャンプでしっかりと逃げつつ空中前でコンボ、まだ耐える。さあ中距離からのコンボが本当にうまいですよね。 T さんこのフィットショー3まで行って空中前やっていく。ベビーでバースト。さあ 0% です。 53%さあ空中前、空エヌ。さあコンボがうまいが、コンボを抜けるのがうまい。さあ戻りが怖いから掴んでいって後ろに投げていく。ブーメランから壁を張っている、壁を張っている。しかし冷静な復帰、美しい。おー、ウェビーで撃墜、素晴らしい。いきたいところですがこれは2戦目、あまりにもね熱い1戦目の長さでしたから、おお、空下でリターンですね。美味しいですね、うん。崖が苦しい、まずいぞ。吹き刺し、クエヌ、クエヌ置いて崖の展開を作るが、空前の間にダッシュ攻撃を差し込んでいく。空中前を当てて上下に出して爆弾とかが多い印象だったので、まあ、今回は J 選手が相チームの周りリンクにいたのでしょうか、まあ、互いに認め合う関係だと思います。大丈夫。さあこのアルセーヌ中ですね、アルセーヌ中に J 選手は攻め切りたい。ガンガン攻める。おー、うまい。頭が出るところ、スライディング取りますか。クエヌ、このリンクの鋼鉄の足が強い。どんな判定にも勝ち切っちゃう。クエヌ横強狙ってくる。ポム、クエヌ危ねー。ここで満足取れるかはかなり大きいですが、まあ、できればねパーセンテージは 100% は超えさせたいですね。110かな、110は欲しいところですか。あー、つかみ、後ろ、いやー、硬い。 T 選手のリング硬い。おー、うまい。ハフンター、空への降り読んでる。 100%、100、うまい。崖うまい、タイミングは良かった。しかし T 選手もしっかり反応、回避でかわす。クラッ、後ろ、着地狩り狙ってくる。しかし上から空への潰してくる。空への足が硬い、危ない。いやー、届いた。空中ニュートラル、鋼鉄の足、鋼鉄の足、何もかもをリセットするこの鋼鉄の足。さあ鋼鉄の足からブーメランから空中振る前とかいろいろつなげていきそうな勢い。この辺りのコンビネーションもさすが。おっと、ボム当てて、さあボム跳ねさせて起爆はしない、あえて起爆はしないですね。空中前当たれば撃墜入るかもしれない。ガキ橋、空中前は気をつけないといけない。このガキ爆弾、戻りブーメラン見てから上がる。この辺りは冷静、しっかり上からくぐりたいが、上からくぐろうとするとね、 T 選手反応よく空中上を置いてくるので、この辺り不用意に上を飛び越すことはできないが、ダッシュアタックで乗り越える。素晴らしい。さあしかしそろそろ不用意に飛び込んでしまうと、ガードキャンセル、ウェビー回避、いやーボムを払おうと、不用意に当たってしまうと展開を取られてしまうので、ここは気をつけたいですね。さあ回転蹴りからの後付けも枯れず、まあ、台がこれね真ん中、台中央、スマブラありますから、
これによってね、まあ、ディフェンスの、まあ、2択をね、上に着地するか下に着地するかをね、揺さぶれるということで、まあ、ディフェンス面は、ね、少し、まあ、大きく上 B を出しても、まあ、ディフェンス面は上がるということで、危ないぞ、空中前、まずは差し込んで、爆弾復帰阻止狙いましたが、しっかりと回避、そして復帰阻止を拒否するかのような爆弾投げからの上 B、この辺り、あ空中前、ジャンプ読み